ということで、今日はブンデさん、あ、どうもよろしくお願いします。で、最初はダンスの件ということなんですけれども、そうですね、実践経験値から言えばどうしてもダンジェリ君のところに分が、あるというのは間違いないですが、立ち上がり、やはり立ち上がりの件は怖いでしょう。ないというお話なんで、そうですね、それと何かミラクルが起こるかも、起こるかも、ええ、しかし、ああいうち、ああ、オープニング待ち第1試合から寒い寒い、さあ、ナンさんどう攻める、ファイヤーモードにはまっている、近づいたが、的確にダメージを奪っていきますね。この辺はさすがダンジェリダルシム。神殺し。神殺しのダルシム。神殺しパワー。神殺し行く。神殺しバカになる。神殺しドリル。おっと、いい勝負あった。あっと、なんということ。ここでダルシムの波がまた減るという。神殺しなのか、いいんですか、ダンジェリさん、いいんですか、まさかこう記念すべき第1回大会が。まさかこんな。地獄絵図になるとは、ええ、日本人は必死どうするんだ、しかし男児の表情はこう虫をこうね、ええ、踏み潰す幼い子供のような、いや、よく見てください、あのすごくもう冷や汗流れてますよ。その俺は下パンチ打っていいんだろうか、ファイヤー打っていいんだろうか、いいんじゃないのか、そのまま楽になった方がいいんじゃないのか、でもこれは打たない方が絶対に、まあまあそうなんですけど、つまりファイヤー打っても許されないが、ファイヤー打たなくても許されない、ね、あまりひどいことをすると、そう、体重4つが危険という噂が、おそらくアウトバンから出られないでしょう。どうするんだ、いいのか、そのキックいいのか、サイドマジックいいのか、あー、松尾ガエルも頑張ってるけど、さすがに殺せた、大キック、非常の大キック、鬼に徹するのかいいのか、ダンジーこれ帰り気ぃつけろよ、命の保証がありません。どうするのか。いや、しかしソニック打てばソードガイがピンチになる。ブノ打たないといけない。いやですね。いいよ。あ、非常の下パンチ、非常の下パンチ。いいのか、いいのか。あー、やってしまった。これだけは本当にどうしようもないね。エクソープなんですけど。フォークダルシムさあ、彼の羽目が見られるか、これを見るとなんか外伝の前込みたい外伝の思い出、それはやめましょう、ただ、大丈夫です、あの頃と比べたらこうダルシムとフォークの対戦の、確かにかなり攻略が進んでいます、お、いいよ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 、いやいや、まあ、しかないです、これで死んでしまったら夜道でも襲われるし、2連勝で終わってしまうぞ、もう失うものは何もないんだぞ、戦いだんじり、戦いだんじり、やばいよだんじり、お前の命はここまでなのか、ああドクロが出た、だんじり死なず、だんじりは死なず、だんじりは死なない、しぶといですね。さらばダンジリ、なんとダンジリ倒しても倒すの、やりました、J-Hawk、ここでホンダを倒せればすごく流れに乗れるかも、乗れるかも、さあ、あ、そう、このショーパン連打で、いよいよ1試合2試合ならマヤコンはフォークは十分にホンダに倒せると言ってますけど、まさしく手が疲れてくる、しかしそれをハメだ、もう羽根の強度が最近抜群に良くなって、逃れた、見なかったことにしましょう、仕切り直しになりましたが体力は十分リード、あっとすごいじゃない、ちょっと厳しいぞ、フォークは一発ずつ刻んで、おっと、大丈夫、十分十分十分、あ、やばいぞ、やばいよ、まだ死んで、最後の最後で暗い王朝が出た、そうですね、これはかなり大きな王朝、
どうす、ジャックルさん、どうすこいだ、中足だ、どうすこいだ、理想的な上げ方だ、あーと、やばいよ、あーと、相手を迷わすことができる、腹でどうすこい、おーと、おーい、ジャックルスリングでやばい、前から魂を継承できるか、やばいよ、あー、よくなった、九死に一生いたジェフォーズ。だいぶ困りましたね。さあ、わからなくなってきた。ああ、やばい。ちょっと前が近いのか、フォークが飛んできたときに対処が難しい。もう、まさしく。攻め、そう攻めすぎない。だってしょうがないじゃないですか。やばいぞ、後がないぞ。しかもゲージが溜まっていない。よっ、よいよ、早いよ、早すぎなのか。そう、ええ、まさしく、あっ、エクソンだ。エスホンダではない。バリエーションを出そうという永田さんならではの、その通り、ええ、しかし対戦はよくわからない。これは多分ね、ゴブですね。ゴブですね。え？いやゴブ。いや全然ホンダ言うてるんですけど。それでいいですよ。しかしどうなんでしょう。S ホンダのホンダと、あ、いや S ホンダのホンダと X ホンダのホンダはどうなのかという。どうだ？あ、今どちらのホンダか、どちらのホンダかわからないという。長田さんが、え？2Tですね。長田さんが2Tああ。しかし、こう。なにー？おっと、見てから、続き、なんと、あうち。腹張りはいいなと思いますけど。どうなんだ、これは。あ、これは。あっと、見てください。あっと、なんか読んだんだけど。リバーサル、多いでしょ。あと一発。あ、相打ちになっている。大一応だったらちょっと魅力のない攻めでしたね。そうですね。というか、相打ちが多すぎてどこを、あー、さすが長田さん、世界の長田はやっぱりどうからも強いという。まさしくね、本田有利ですか。本田有利ですね、これ若干。そうしておきましょうか。あれ、色も一緒ですね、これ。色も一緒ですね。右が長田さんでしたっけ。右が高さんの判断。そうだ、うん、そうですね。おぉ、こういうふうにサブキャラを使うプレイヤーが増えるとすごくいいですね。だからホンダが増えすぎるのはノーサンキュー。軍手にとっては早く潰しちゃう。そう、このように潰しちゃってほしい。このように潰しちゃってほしい。どんどん滅びるんだ。どうするのか。ホンダはね、趣味使いの、都合と、やはり談義使いの都合の違いが、まあ、トップが強化ですからね、長瀬では。まさしく。おっと、おー、長瀬さんもちょっと古かった。おー、リカバーも完璧。さすが東の横綱。僕の大会で。めきめきの。歴史、人に歴史あり。そしてその倍その実力も衰えてはいない。エポックメイキング的なキャラクターということですね。クレイジー。おお、攻め攻めだ。ホンダとしては待たれると、厳しいというのは。おお、攻めますね。大事なところですね。どうなんだこれは。それはもちろん。あ、ナイスジャブ。あ、やばい。クレイジー。おお。さあ、そうこう言ってるうちに、アニワがなんと。アニワのプライド。だから大いなる自殺前衛の第一歩ですね。見て
三番手が多い。どうなんだ。おっ、うわうわ、生まれない、ギリギリ生まれない。サマー、あー、投げ足、呼んだのか。下段が入るかと思いましたが、出ましたね。ダサマー、あっ、おっ、つかんだ。おっ、投げ足だ、ドラゴンスプレックス。あー、素晴らしい、すべて呼んでいる。ダンバチ、あー、まだ投げる。おっ、なんだ、おお、ナイスサマー、さすがバタヤン、伝説のレジェンド。おお、しかしバタヤンスペースだ。そうですね、危ない、そこで前、おーっと、つかんだ、あ、逃げた、うまくかわした、おー、あー、庭は破れる、レジェンドの矜持を示した。頑張れ、おっさん頑張れ。サバ、ショキ、ダモス、やってて楽しそうですね。やっぱソニックを打つこと自体が楽しいという。ダルス自体は結構トリックの速さに捉えられますが。ああ、なるほど。打つかけるとなんかすごい悔しいです。わかりますね。トリックはね、こう見ときたい。さあ、まあ2回決まる。おっ、ドラゴン。あ、かわした、あー、やってしまった、ちょっと動きが上ついてる、あれこれさっき見たぞ、あー、そうだ、しゃがんでいるからサマーが入らない、あー、本庄市はかなりのものだったか、投げを読んでいたんでしょうか。さあ、正面、最後の試合、プライドをかけた、あーっと、ええ、終盤の削り合いが見ものですね。しかし飛びまくる、ええ、もう2人ともそうじゃないですか。やばいですね、先に飛んだ方がある意味勝ち。飛んだ、そう、どうしても落とした方が痛い、最後にしっかりと長い大キックが入る、体力に差がついたぞ、どうする、そうですね、そしてこの次の試合、私なんですね、この次の試合、私なんですよね、ザギアー、これはでも仕方ないですね、バタヤンが試合を制しました。さあ、このきついですよね、軍勢。うわー、ガイドカップの、あ、自分も後発の大会とかでサブテナのガイドを当たってるけど、あ、統一的な状態、あ、溜まってるな、最近のバタヤンもこの人も入ってよくやり込んでるので、しっかり対応できるんですよ。わー、もうない、さあ、全然質問の表現。さあ、サマー、あ、遅れてサマー。ダイヤス、ダイヤスでこかせ。近づけない。あのダイヤスでこかせないと。あ、こけた。いやー、サマー出る。いや、近づけない。お、ワンチャンない。ワンチャンなかった。さあ、悪の帝王、悪の帝王登場。はっきり言ってね、この大会、
オドぜに誰が勝つかっていうところがすごく重要になってくるから、まさしく。さあどうする。あー、向かってきますね。はい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 。いや、しかしバネアン先生はオドぜを封じる数少ないプレイヤー。確かにこのラリッタ不思議なダンスがね。ラリッタって言いました今。あー、そうドラクエでいうところ不思議な踊りみたいなね。まさしくね。MP 手に取るなんか一緒に一緒なんか、あー、これは仕方ない。なんか非常に良く流れてますね。なんかすごいことだから、それが真実かどうかはプレイヤーだけが知る。どうするのか。ソニックとマストビドぐらい、これお互いどっちが飛ぶかってとこなんだけど、あいかん。とりあえず戦列がたまる。ナイス投げ返し。お、投げ返しのバタヤン。投げ返しのバタヤン。なんかめっちゃガード入れたね、この人。めっちゃ戦列に入れてる。とりあえず戦列チャージしてますね。やめてほしい。やめてほしいって。やめてほしい。いや、俺もわかるけど、気持ちは。うわやめてほしい。あ、お、サマーが当たる。バタヤンカット、勝負。うわあ、ジャンプ M 大キック、ジャンプサイドキック、サイル不思議な踊り炸裂。今の読めなかったでしょ。これ引きずってしまうのか、今年の崩るのか。あ、サマー抜けない。さあどうする。抜けない。背中蹴り、怪しい。これもヤバい投げです。おっ、かなりだ。おお、上がるのもちょっと許されない。かろうじてしのぎたい。厳しい。ああ、踏んづけ踏んづけ、いやらしい。まああれもなんか、どうすんの。あー、ドラゴン、ここで勇気ある投げ。あー、あのニーバズーカ角ぐらいしかちょっとね、まさしくあったな。オトチュン、あのここから喋っていいんですね。はい、今一足選びました。オトチュンは一足選びました。一足選びましたね。えげつない。相変わらずセコいですね。数字メソッド、どうするのか。はい、で、滋賀県さん、はい、あー、ショートを入れてから投げ。鬼か、なんか滋賀県にはストップやることがほとんどないとか言う。俺たち改札が追いつかない。ひどすぎる。なんと恐ろしさ。あ、飛んだ飛んだ。ねえ、波動波動。どうする。この組み合わせも剣はちょっと辛いですよね。そうですね。やはり、しかも、あの剣戦を特に一緒に落としてるだからこそ、剣戦は知り尽くしている。いやー、対処させない。近づいてね、周圧とか打たれるだけで、本当に。あー、最高。対戦列があって、踏みつけ。ほぼノーリスクですね。恐ろしすぎますね。お、捕まえた。ここで、うまい。しかし、あれでも、あ、うまい。状況は脱出できるという、この、あ、勝利だ。読んだ。ゴブに持ち込んだ。お、これはわかんないぞ。さすが滋賀県。おお、一文字が炸裂。どっち炸裂。素晴らしい。素晴らしい。滋賀に滋賀県あり。おっ、やばい。あ、助かりました。投げたのは足が向けて出てない。何、足がゲームペースか。しかしこの100列も痛いんですよね。100列2発は痛いですね。しかし、それでも発信に追い込んだメリットは大きい。勝利戻した。いや、波動。おっ、お、今勝利。おお、死んでほしかった。チュンリーだったら。おお、素晴らしい。大足炸裂、勝ったら滋賀県。滋賀県の落としを増やし。あー、紫ベガ。反則に戻って登場したのは紫ベガ。おっと、投げて、はい。谷ベガがやっぱり剣にはきつい。きついですね。剣はやっぱ目の前でいろいろ技振られるとね、厳しいですね。波動剣なかなか打てないし、あそこでもそんな長くないし。あー、見てからヘッドプレス。だいぶ龍剣で、おっ、さあなるキャラ、あの対戦ということですね。ちょっと紫ベガがなんか吹いてます。紫ベガのスタンスとしては、ああ、つらいつらい。ああ、鍵3発でピオリエ、しかも、お、レーザーバザー失敗するか。なんだ今の投げは。や、安いけど全然安くない。もう、偶然の灯火で、しかし、捕まえれば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 ワンチャンある。捕まえればワンチャンあるんだけど、ちょっと、ダイヤス出して、うまい。さらにダイヤシ。うまい。お、なんだこれは。おお、すごい、これはすごい。あれ、でも言うの。いや、俺は、長い石垣さんのキャリアでもこんな試合見たことがない。来たぞ。あっ、逆にタック。捕まえた。これは来たぞ。うまい、そういう。あっ、死んだ。滋賀県乗っている。滋賀県勝利。